はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は、ファイアーエンブレム無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、このキャラクターをちょっと使ってみようかなと思います。あまり使ったことないんだよね。ナルバですね。魔力は最大だけども、素早さとかがあんまり高くはありません。これを使って、一番難しいクエスト、ルナティック、ちょっと試してみましょうか。それでは行きましょう。魔法使い系で行ったことはね、ないんだよね。多分、いやー、これ絶対きついわ。間違いなくきつい。間違いなくきついでしょ。どんぐらい与えれる？まあ、悪くない悪くない。あぶれ。攻撃速度がやっぱり遅いな。もうちょっと早ければいいんだけども、でもダメージはそこそこ取れるね。そこそこ取れるんで、まあまあまあやっていけるでしょう。いや痛いな。もともと耐久力がないと思うんで、どれぐらい耐えれるかちょっと問題ですね。いけ、どんぐらいいく。まあいいでしょう。いけ、よし、 OK。危な。まあまあまあいけるね。ローレンズどんぐらいでいける？ローレンズは結構厳しいけども、どんぐらいでいけるかな。どうだ。うわ、ちょっと待って、これ遅くなると本当嫌なんだ。ダークスパイク。でも倒すのは結構早いかも。よっしゃー、もう HP がこんぐらいになっちゃった。回復出るかな。よし、そこそこ早い。火力は高いね。では第2陣はそのまま突破して第3陣に行ってみましょう。はい、第3陣行きましょう。まあいつものごとく集めて倒していきます。ちょっとね、もったいないので集めてから行くね。あれ、あ、大丈夫ね。あ、びっくりした。いるよね。え、全員来てる来てる来てるね。オッケーオッケー。攻撃は極力受けないようにちょっと集めましょう。いや、一人来てないような気がするぞ。待て、ここに来てくれみんな。ちょっと待て、あっちにいる。モニカとヒルダが全然こっち来ないぞ。はい、こっち来い。イグナーツもあっちてない。もういいや、ここら辺でいいや。よし、いけ。もったいないからね。いけ、一気に殲滅したい。ちょっとヒューベルト、お前こっち来い。よし、いける。ルル倒した。申し訳ありません。減らせる。どうだ。ちょっとね、ヒューベルトが全然、あ、こいつそうか、魔法防御高い。よし、いける。2人ぐらいいけたっしょ、これで。いけた。お、3体倒した。あとヒューベルト耐性が結構あるんだよな。ちょっと待って、イグナーツもちょっとおらん。おるよね、そこに。よし、
できるなら一緒に倒しておきたい。待て待て待て、攻撃するな。ちょっともったいないけど使っていきましょう。うや、そこまで減らさないな。やばいやばい。スパイク硬直が長い。よし、でももうちょい。いいね、倒したでしょう。いけた。うーん、無双が溜まってないね。3つできれば貯めときたいところですけども、なんとか貯めよう。たまらんか。ちょっと確実にたまらないね、これは。半分ぐらいまでたまればボス戦でなんとかいけそうな気はするんだけど、半分もためれないな。いやいや、それよりもこの火だめが気になる。火だめ気になるな。真ん中で迎え撃つとしましょう。ちょっと後ろからチクチクするのやめて。後ろからチクチクするとちょっと痛いよ。オッケー、来た。まだ来てないね。問題はやっぱりディミトリか。まだ回復は使うほどでもないっちゃ思うけども、うーん、ちょっと無双使っ、オッケー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 。ちょっと待って、ディミトリどっか行ったっしょ。当たってなかったね、やっぱり。なんか動いてたもんね。どこいる。オッケー、いけ、無双で集める。おっ、危ね、死ぬところ、死ぬところ。無双で一回敵を集めましょう。 OK、 長いよ長い長い。うっそ、ちょっと待って。確実に全員集まってからやって。やべ、一発一発がやっぱり結構長めだからね、隙が多い。よし、 OK。 あー、あぶね、死ぬ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 、あぶね、ワンパンされそうだった。え、倒してないよね。え、倒した、倒してる倒してる。おお、びっくりした。こっちは瀕死ダメージを受けながらなんとか倒してたんだね。びっくりした、絶対死んだと思ったもん。クリアタイム9分32。悪くないね、意外と早かったんじゃないですか。はい、ということで今日はラルバ使ってみました。レベルは120まで上がってるんですけども、魔法はまだレベル1、そしてスキルも全然上がっておりません。なので、最終的な強さとしてはおそらくルナティックのあのクエストを7分ぐらいでクリアできるようになるんじゃないでしょうか。まあそれぐらい強さは持ってたね。うん、でもやっぱりね、魔法は使いにくかった。硬直が長すぎる。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。